小田原空襲とは太平洋戦争末期の1945年にアメリカ軍により行われた神奈川県小田原市に対する空襲である。小田原は地域一帯を焼き払う絨毯爆撃を受けることはなかったが、アメリカ軍が攻撃目標とした180都市のうちの96番目に指定されており、終戦までに P-51 マスター 1945年7月16日23時32分から翌7月17日1時12分にかけて近隣の平塚市はアメリカ軍第20航空軍所属の第314航空団による空襲を受けたが小田原市内でも空襲があり早川地区の国有鉄道早川駅周辺で3人、多古地区で1人の合計4人が死亡した。 第314航空団は、平塚を空襲後に左旋回し、足柄上郡松田町のポイントから、伊豆半島の最南端に位置する色崎のポイントを、経由して基地へ帰還するように定められており、松田と色崎を結ぶ、直線上に近い小田原市内に、余剰爆弾を投下したものと推測されている。なお、アメリカ軍の報告書には、小田原市内に関する記録は残されていない。 同日、アメリカ軍の P-51 マスタングが小田原市東部に開い、足柄下郡下蘇川村にある国有鉄道下蘇川駅に、機重装者を行ったが、運転事務室にいた同駅助役が負傷したのみで、死者はなかった。また、市内大木町にある富士写真フィルム、小田原工場も同期による攻撃を受けたが被害は、なかった。 なお、同社は1944年4月に、軍需省から軍需工場の指定を受けており、小田原工場は、航空車新規の部品や防弾ガラスや、風船爆弾用の油などの製造を行っていたが、1945年1月に、防雨用上の理由から、会社名の使用が禁止されたため、広告2021工場と解消された。同日11時ろ。 アメリカ軍の P-51 マスタングが足柄下郡構津町にある国有鉄道構津駅に飛来して機重走車を行い駅舎が全焼人員不足のため雇用された女子駅員2人が死亡した正午ごろアメリカ軍の P-51 マスタングが国有鉄道下蘇川駅付近に飛来して機重走車を行い同駅に停車中の貨物列車の機関車が運転不能 駅舎や、下、も、蘇我の集落が消失、駅員3人と、住民3人の合計6人が死亡した。時間は不明だが、富士写真フィルム、小田原工場では、同期の攻撃を受け通勤途中の女性従業員1人が死亡した。アメリカ軍の報告書によれば、同日11時25分、1機の B-29 が、小田原市上空に飛来し、 高度3万フィートの地点から一般市民に対し事前に空襲を警告し、降伏を勧告するビラが詰め込まれた爆弾を投下。後に気象データを得て17時33分にグアム島の基地へ帰還したと記録されている。連城インド類に刻まれた爆弾の着弾後、同日8時頃、小田原市新玉国民学校が関西機の爆撃を受け校舎の一部が倒壊。 教員一人と用務員二人の合計三人が死亡した。この爆撃の際、同小学校に隣接する連城院の裏手にある連城院土塁にも着弾し、大きく損壊した。8時30分、市内伊サ田にある湯浅地区電池製造小田原工場に関西機が飛来して爆撃と機重装車を観光、同工場内の防空壕の一つが爆弾の直撃を受け、 退避していた従業員十三人が死亡した。なお、同社はバッテリーを扱う会社で、九百四十一年から日本海軍指定の軍事工場となっていた。九時頃、スンズ鉄道遺災大気と五百0ラカン駅の中間に位置するタコ地区が同期による爆撃を受け、防空壕に退避していた付近住民十三人が死亡、さらに機銃走車を受けた一人の合計十四人が、 死亡した。時間は不明だが、富士写真フィルム、小田原工場も、機銃装車と爆撃を受け、高額ガラス用油工場が損壊し、研究所一棟が炎上、退避中の男性従業員二人が死亡した。1945年8月15日の空襲後の市街地。写真は、市内万年町三丁目付近を写したもの。同日1時頃。 一機の B-29 が小田原上空に飛来して照明弾の投下に続いて、タコ、イサイダ方面から宮古寺方面にかけて、焼夷弾を投下。幸い町一丁目と四丁目、万年三丁目と四丁目の402個が被災し、12人が死亡した。12人死亡とする記録は1979年に発足した戦時下の小田原地方を記録する会の、 聞き取り調査によるもので、1946年1月に第一福音省が作成した全国主要都市潜災害用図の第二次調査戦災被害状況外見や建設省計画局区画整理課が作成した戦災都市の指定を受けた都市の理災状況では48人死亡としている。なお、2001年に出版された小田原市市は戦時下の小田原地方を記録する会の記録を 採用している。関東地方では、同日0時8分から2時15分にかけて、群馬県伊勢崎市が、アメリカ軍第20航空軍所属の第73航空団及び第314航空団による空襲、同日0時23分から1時39分にかけて、埼玉県熊谷市が第313航空団及び、 第314航空団による空襲を受けている。そのため、小田原市街に対する空襲は、伊勢崎、または熊谷を攻撃した部隊が、作戦終了後、帰還路に定められた静岡県鴨茂郡下田町付近の、ポイントを通過するまでの間に、余剰爆弾を投棄したものと推測されているが、小田原市は、第二次世界大戦の特徴の一つである、無差別爆撃として、 歴史の中で位置づける必要があるとしている。なお、アメリカ軍の報告書には8月15日の小田原市に対する空襲に関する記録は残されていない。神奈川県内の支部では、この他横浜、川崎、平塚、横須賀、藤沢、鎌倉などが空襲被害にあっている。専門家の奥住基重によれば、この180都市は日本が1940年に、 行った国勢調査の人口順配列によったもので、作戦の優先順位を示したものではない。また、180都市の表は、焼夷弾による空襲の目的のためのものであり、関西域による空襲や艦砲射撃とは関係がない。小田原市は1時から2時頃、総務省は8月14日夜半に、焼夷弾発発が投下された後、一旦沈下したが、 8月15日1時に再び出火としている。なお、体験者の証言や記録の多くは14日深夜15日未明15日0時30分から3時といった具合に時間をはっきりと記したものは少ない。ありがとうございます。